じゃあ1番目です。その311122203110212ですか。これにまあ 4×4 ですから XYZW=0413 ですか。これをクラメルで解きましょうという問題で、 Z を解きましょうっていう、 Z でいいって言いましたね。でそうするとこれデルタ3って講義では書いたんだけど、だからここの第三変数なんで、ここをこれで置き換えるというのをデルタ3ですね。3221-100、それで0413、それから1-111です。でこのデルタ3を計算します。それでどうしようかな。まあここゼロ少ないですよね。このゼロが多いからこれが簡単かな。そうすると1で加えると2行に1行加えましょう。そうすると業種変わらないですね。3101で足したら50040ですか。それで こうか、それでじゃあこれでラッキーというわけで、ここ2列で展開しましょうか。そうすると というかこのまあ用意していますと、ここの1行の分だけしか残らなくて、これプラスマイナスですね。この1の1は1行2列で3ですから、マイナスですね。マイナスで1はもう、まあ、書いておく。マイナス1の521で413の011ですか。でそれで次にこの1でこの1消しちゃうと割と楽かな。そうすると3行に2行かけるマイナス1ですか。そうすると540で、あこれマイナス書いておきますね。211でマイナス120ですか。となりますね。それそうするとこれここで展開すればここって3列で展開しましょうね。そうすると楽で、これプラスマイナスプラスマイナスですから、マイナスでこうマイナス、このマイナスプラスにしますね。そうすると残るのは54-12で、これ14ですか、なります。それでさらに、もうちょっとこれここに書いちゃおう。これ14ですね。それでなんかゆっくりやっちゃってますけど、どこ行った、ここ待って、いえいえ、それでじゃあもうこれもいいですね。そうするとあとそうすると Z はA の行列式、A が消えてなかったっていう場合ですけど、まあ出す以上はそうですから、 A の行列式を計算しよう。そうすると まあ、そうするとさっきのようにこれここを消せばいいかな。ここを消しましょう、1で。だから2行に1行をプラス1行に1行すると、
加えると5030ですか。で、2100で、こんな感じ。実は割と簡単なのね。で、そうするとまた、さっきと同様にここで展開すると、ここって2列で展開するとここマイナスの1ですね。マイナスの、521-332-011 ですか。で、そうすると次はもういいかな。これを使ってこの1消せますね。そうすると、-530で231倍かしと。あ、どちらでもいいんだけど、-1で0ですか。そうすると、ここ、さっきも言ったけど、プラスマイナスですか、マイナスの1で、ここのマイナス消えまして、1だから、53-1-1で、-5+3になりますか、で、-2ですか。というわけで、合わせて、こっちに書くと、-2/14で、-なんです。あ、よかった。あったあった。まあ、かなりの人たち、見てたらかなりの人たち、これが合ってましたね。それで、まあ、この問題はこれぐらいにしましょう。まあ、余裕があったら、他の、XYW も計算してみましょう。Y については、去年の答えがあります。